月に入ってからいい感じのバッティングが続いていますが、なんと安田がバントの構え。いや、これは私あまり見たことがありません。安田の送りバントか、違うのか、間違えてるのか。ちょっとベンチも苦笑い。金子コーチからもう一度サイン。安田の送りバントって見たことあります？私あまり記憶がないんですよ。記憶にないですかね。やったことあるのかなというレベルだと思います。どういう作戦を取るか。はい、バントです。バントです。もうスタンドがちょっとざわめいています。ストライクの判定。中村選手もいいチャージかけてますよ。いや、もうバスターに、ね、切り替えるっていう作戦もありますけどね、これ難しいですね、選択がね。吉井さんの采配の見どころですね、ここはね。再びバントの構え。ファースト中村晃が前に来る。スライダー、空振り、空振り。安田のバント、ライトスタンドから安田コール。今のバント空振りを見て、はい、しかも2ストライク、はい、スリーバントはないと思うんですよね。さすがにスリーバントはないか、はい、しかも10月に入ってからいい感じで打てています。引っ張った打球は右中間の真ん中、抜けていきました。どうだ、ポランコ、ランナー1人帰ってくる。そしてポランコは三塁を回ったところで止まります。いや、来た。安田のタイムリーツーベースが出ました。安田ちょっと首をひねりましたが、ごめん吉井監督からごめんなさい。なんとも不思議な光景。あんな監督いないですよ。回はあれだけ外に外して構えていたんですか、ね、そうなんですよ。追い込んでからね、一球ボールでも良かったんですけどね、それが甘く入ってしまった。それを捉えて打ち返した安田、このリアクションです。したシーンが今球場の大きなビジョンで再生されてスタンドが沸いたところです。これはパテレ行きですね、完全にそうですね、はい、パリーグ TV 行きだと思います。これはなかなかの名シーンですね。名シーンで見たことないです、あんなシーン。パリーグパティーグ TV の方には、はい、あの2球目のバント空振りから、空振りからですね、まとめて、ぜひ使ってほしいですね、はい、まとめていただいて、はい、最後謝るところまでね、はい、いいですね、いいシーンですよね。安田の左手ガッツポーズでちょっと首ひねる、石井さんごめんなさい、ごめんなさい最初から打たせろよというね。いやいや